こんにちは。本日は、仕事とは前工程と後工程をつなぐことということでお話したいと思います。仕事は、自分の、部分だけが、早くできればいいという話ではありません。前の工程から受け取るとき、そして後の工程に受け渡すときですね、何が求められているのか、その目的、そして最終的にお客様にどのような形でお届けするのかを共有できていなければいけません。しかしながら、前の工程、後の工程、どちらかに声が大きい人、人の話を聞かない人がいる場合には、そこに集約されてしまいます。で、前後の工程がボトルネック、つまり、詰まりとなってしまいます。ちょっと勇気がいるという方もいらっしゃるかと思いますが、前の工程、後の工程、それぞれが何を望んでいるか一度議論してみてはいかがでしょうか。